はい、どうもトロです。さて、仕事のね、影響でかなり遅くなってしまいましたが、キングダムハーツユニオンクロス、新しい物語の更新分の、情報整理と簡単な考察をねしていこうかなと思います。はい、でこれで、ね、10月から続いた4連続更新が終わって、まあ、次回以降3月、4月、7月、8月とメイン更新が、あるそうです。さて今回の物語の情報を整理する前に、動画のねコメントとかツイッターで結構ね誤解されてる方がいらっしゃったので、まずそちらを説明しようかなと思います。まずね、箱舟に関して、今回キングダムハーツ1のラストダンジョンであるエンドオブザワールドの一編、世界の牢獄に、酷似した部屋が出てきましたが、あそこにあるカプセルは、箱舟ではございません。マレフィセントは、現在データ世界のデイブレイクタウンにおり、箱舟は現実世界の、デイブレイクタウンの、塔の奥にあるとされています。もしかしたらね、同じ外見のカプセルが、塔の奥にもあって、箱舟になるかもしれませんが、今回ね、登場したあの部屋、カプセルは箱舟ではないでしょう。はい、次、ストレイ・リチャーの件ですね。こちらね、ストレイ・リチャーの代わりにユニオンリーダーとなったのは、ベントゥスであることが、明らかになりましたが、ストレイ・リチャーを、消滅させた犯人がベントゥスでは、ございません。正確にはね、現時点で、ストレイ・リチャーを消滅させた犯人は、不明です。はい、以上のことも踏まえて今回の情報整理、簡単な考察していきましょう。ユニオンリーダーや、予知書を引き継いだ人物について、整理しておきましょう。まずね、マスター・オブ・マスターからアバへ任命されたのは、こんな感じですね。エフェメラ・スクルド・ブレイン・ラーリアム・ストレリチア。で、アバが直接ね、任命したのはエフェメラ・スクルド・ブレイン・ラーリアム・ストレリチア。メンバーにね、入れ替わりはなかったんですけど、予知書をね、引き継ぐ人物をブレインに変更してます。でアバがね任命した後、何者かがねストレリチアを消滅させ、代わりにベンが、ユニオンリーダーに任命されました。マスターの意志に背いたアバ。アバの意志を受け継いで運命を書き換えようとするブレイン。予期せぬ入れ替わりで、入り込んだベン。彼ら3人が現時点でウイルスと呼べるでしょう。その延長線上で、ベンがね、存在するはずのなかった未来で、ベンと繋がったことで、キーブレードを扱うことができた。ソラもウイルスということになります。ベンには、入れ替わった自覚がないとのことですが、もし自覚があるのなら、ブレインのね、任命された場所という質問に対して、先に答えたスクルドの真似をして、ここ、丘、この丘と答えたでしょう。なので、そこに関してはブレインの推測通りである可能性が高くて、自覚はないのかなと思います。でこのことからね、何者かが、ストレリチアを消滅させた後、アバになりすまして、ベンをユニオンリーダーに任命したのかなと。はい、過去にね、アバがイラに姿を変えていたこともあって、予知者レベルの人物、もしくは闇のね、闇側の人物なら、扱える能力なのかもしれません。この場合、時系列や現場から、一番ね怪しいのは、グーラーかなって。で次にね、自称闇さんでしょう。ただし、ユニオンリーダーについては、発案者の、マスター・オブ・マスターと、その使命を受けた、アバしか知り得ない情報であったため、大元はね、どちらかの差し金によるものか、うっかり情報を漏らしていた。偶然ね、目撃していた。というね、ことになります。例えばね、アバ様だったら、仲のいい、ね、グーラインだけ、その情報をね、もしかしたら漏らしていたかもしれないし、マスター・オブ・マスター結構口が軽いっていうか、
アバの使命の一部をね、ルシュに教えてるシーンもあったので、まあ、グーラ、ルシュもそのユニオンリーダーという制度、まあ、メンバー、誰が選ばれるのかっていうのをね、知っていた可能性も、十分考えられます。まあ、入れ替わりをね、起こした目的は現時点でまあ不明ですが、エフェメラたちがね、今データ世界、まあ、現実世界にいたと思ったんだけど、実はデータ世界に閉じ込められていたみたいなこと言ってて、まあ、それもね、もしかしたら目的の一つ。だとすると、犯人は、仲間同士で疑い、争わせて闇を生み出すように、仕向けていたのかもしれません。ルシュが記していたレポートでは、密かな入れ替わりをしたメンバーイコールウイルスと綴っており、ルシュが言うウイルスは、ベンということに、今回確定になりました。まあ、ただね、ベンだけでは別の世界線へ脱出する計画を、考えられるとは思いませんので、何者かに、そそのかされていると考えるのが、妥当でしょう。まあ、リマインドでもね、彼は純粋すぎる。純粋がゆえに隙が多い。と言われていたので、まあ、自称闇とかね、まあ、バニタスとかそこら辺にそそのかされるんじゃないのかな。デイブレイクダウンの、塔の事情だったり、まあ、箱舟のことだったり、予知者の内容も、まあ、全てではないけど、まあ、知っていたりと、予知者側のね、勢力のことをよく知っており、マレフィセントがね、怪しまれた際、自称闇さんは古い知人と称しました。まあ、その正体はね、ルシュとか他の予知者も疑わしいんですけど、ルシュが記したレポートで、そのマスターや予知者がいなくなってから世界に闇が現れたと語っているので、彼らではないんじゃないかなと、正体。まあ、一番可能性が高いのは、やはりそのマスター・オブ・マスターが少年の頃から戦っていると言われている闇でしょう。まあ、それだとね、古い知人とも合致はね、すると思います。まあ、ただ、その敵対してる相手が予知書の内容を知ってるっていうのはね、ちょっと不自然と思うので、もしかしたら、マスター・オブ・マスターの7人目の弟子なのかもしれません。ルシュ同様、キーブレード戦争後に、行動するよう指示をもらっていたとしたらね、まあ、辻褄が、まあ、合うっちゃ合うかなと。はい。あと今後のまあ展開については、まあ、ユニオンリーダーたちはね、今現在データ世界にいて、現実世界に戻る方法を探してます。まあ、そこにね、迷い込んだマレフィセントも現実世界へと戻るために、まあ、一時的にユニオンリーダーと、共同生活を送るんじゃないかなと。で、その糸口が、シュガーラッシュ編の完結とともに、見えてくるのかなと思ってます。まあ、マレフィセントはね、テラやリクのように、まあ、イケメンがすごくね大好きなので、まあ、おそらく今回ラーリアムに手を出すのではないでしょうか。はい、またその際に、ベンと自称闇の接触があったり、まあ、そこでもしかしたらね、バニタスという闇の存在をね、心に植え付けられるのかもしれませんし、あとね、ユニオンリーダーのみんながそのストレイ・リチャーのことを隠していて、マレフィセントがね、何かしらその掴んだことによって、ラーリアムを譲るっていうかさ、闇落ちさせるとか、そういうギスギスした展開がさ、マレフィセントのせいでね、起きていきそうな、まあ、気はしますね。で、エンド・オブ・ザ・ワールド、キングダム・ハーツ1の、まあ、エンド・オブ・ザ・ワールドの件も、少しね、根が深そうなので、まあ、今回の動画では、まあ、あまり触れませんでしたが、こちらもね、今後機会があれば考察しようかなと、思います。まあ、ぼちぼち、また考察の方やっていこうかなと思います。まあ、早くね、YouTube だけで生活送れるようになりたいと思いますので、よかったらね、皆さん、応援の方、よろしくお願いします。はい、で、あとね、2月中旬に、新作アプリの、ゼアノートをね、ダークロード、そちらのね、新情報も来るようなので、そちらもね、待とうかなと、楽しみにね、待とうかなと思います。はい、それじゃあ、またね、バイバイ。